気候危機を記憶する発信型ムーブメントレコード 1.5 レコード 1.5 ニュースです 1.5 ポッドキャストでは普段語り尽くせない山田と鈴鹿の心の内と視点をモヤモヤたっぷりで共有していきます。収録日は2023年7月11日。危機は気候か環境か、それとも。皆さん、こんにちは。レコード 1.5 共同代表の山本大輝です。前回は、僕は4月の配信だったので、3ヶ月ぶりのポッドキャストですね。今回ちょっと僕の収録が遅れてしまったということで、配信も数日遅れになってしまいました。収録日、今日11日で、本当は今日配信の予定なので、ここから編集作業はちょっとね、1日ではちょっと厳しいので、ちょっと数日遅れるかなと思うんですけれども、一応ね、毎月第2火曜日に、ポッドキャストを配信をしてきたので、ここまでそういえば持ってきてやってるので、僕がここに来て、この秩序を乱すという行為に出たということで、ちょっと中村鈴鹿には謝っておきます。はい。もう7月なんだなっていう、完全に夏になってしまってるし、なんなら2023年後半戦に突入なんですかね。はい。なんかいつも7月って感覚的にはまだなんか夏が、なんていうんですかね、夏がこう1年間の中心にあるような気がするから、なんかこう本番の夏って8月じゃないですか。だからなんか7月8月8月あたりがなんか年の真ん中ら辺な気がするんですけど、ちょっとね、ずれてるわけですよね。年の頭1月ぐらいまでは、その冬があるわけなんで、6月で、6ヶ月でね、1年の半分が終わるって考えると、もう終わってんのかっていう、すごいなんか、そう考えると、コップに行ったのももう8ヶ月前かな ?11 月なんでね、去年の。とんでもない時間が経過してて、なんなら今年のコップのことも考えなきゃいけないっていう、タイミングなわけですが、最近ですね、ちょっとこれは僕の個人の話なんですけれども、忘れ物が非常に多くてですね、昨日立候補年齢を引き下げるためのプロジェクトっていう中村鈴鹿がやっている、やつの、決起集会に行ったんですけれども、ちょっと内容はね、割愛します。ぜひ、プロジェクトの方はですね、インスタグラム等とページ等々で見ていただければと思いますけれども、そのイベントで行った時に水筒を持ってたんですけど、そこで飲んだりしたんですが、置いてきたって忘れて帰ってきちゃって、途中で気づいたんですけど、もうちょっと戻るのもなぁと思って、すぐちょっと連絡して、ちょっと水筒忘れたかもしれないって言ったら、あったみたいで、とりあえずちょっと、鈴鹿に持ち帰ってもらっているんですけれども、最近ね、ほんと忘れ物多くて、今大学休学中なんですけど、この前用があって、大学のキャンパスに行った時に折りたたみの傘を大学に忘れたりとか、あとこの前もなんかパソコンの作業をするために、カフェに行くために家を出たはずなのに、パソコンを家に忘れて途中で、と思って、もう諦めて、とりあえず買い物だけするために、行くのに切り替えたりとか、なんかそういうのがなんかちょっと多くてですね、たまたまなのか、ちょっと最近注意散漫なのかななんていうふうに思うんですけれども、注意散漫といえば、注意散漫といえばっていうのはおかしいんですけど、ちょっとここ最近暑すぎますよね。ねえ、ちょっと住んでる地域によって全然違うのかなとも思いますが、今ちょっと僕の手元の僕が住んでる地域の気温、今これ昼の1時過ぎなんですけど、35度、35度ですよね。はい、35度、暑すぎてちょっと窓開けらんないっていうか、外出らんない気温になってますよね。でもこの中でも学校だったりお仕事なんかで外に出られてる方もたくさんいると思うんで、本当に熱中症には気をつけてください。はい、
まあなんかね、暑いと本当に僕はすっごい頭がこうボーっとしてしまって、まあそういうのもあるのかななんていう言い訳をしてるんですけど、まあ、何よりも本当にね、体調をね、このタイミングで崩される方も多いんじゃないかなとは思います。で、汗はかくうちはいいんですけど、汗かかない体質の方とか、特に高齢者の方なんかは気づかないうちにどん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 体温が上がっていってしまって、で、まあ熱中症というかね、倒れてしまうなんてこともあるので、もしお家に帰ってね、あんまり汗かかない方は扇風機の風を浴びてもあんまり意味がないみたいですね。その結局なんていうの、気化熱でまあ、汗があることによってそれをこう飛ばして、体の表面冷やすっていうことができるわけなんで、汗かいてない状態だったら、まあなんか霧吹きかなんかをするといいみたいなことだったりとか、まあ、あとはやっぱりまあエアコンつけて冷房つけて体冷やすっていうのは、まあ、やっぱりちょっとね、エネルギー使うんですけど、電気使うんですけど、ちょっと体調には変えられない部分があると思うので、まあ、これからね、ちょっとどん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 暑くなっていってしまうんだと思うんですけれども、ね、7月の上旬でこれは先が思いやられすぎる感じが僕は、はい、してます。私はなんか風邪も流行ってるみたいなんでね、皆さん本当に気をつけてください。はい。なんか、頭から、なんかこう、健康というか、なんか、風邪ひかないでね、みたいな話から今日はスタートするんですが、まあ、今回はですね、まあ、これまで、いろんなコーナー、いろんなコーナーというか、専門家の方を呼びしてのコーナーだったりとかあったんですけども、今回はその、このゲストの方はですね、専門家ではなくて、一緒に活動をしている方、どちらかというとね、に、来ていただいたりとかもしているので、最後まで、まあ、気楽に聞いていただけたらなと思います。本日は共同代表の山本大輝が配信をさせていただいております。レコードワンプットファイブが運営するポッドキャスト、機器は気候か環境かでは、毎月京都代表の中村鈴香と山本大輝による特別企画の配信を行っています。月ごとに交互に企画を担当し、それぞれが気になるトピックを取り上げるコーナーを配信しています。で、僕の担当する配信では、気候危機の現在地を捉えるため、気候危機に関する様々な情報や議論を共有し、共に考えるきっかけ作りをしていきます。はい。まあ、レコードワンポイント5ではですね、ミッションに気候危機の当事者や現場のリアルを映し出すということを掲げたりしているんですけれども、気候変動対策についてどういった議論が今行われていて、どんな批判があるのかっていう、マスメディアがあまり取り上げない部分にフォーカスをすることで、危機の全体像を捉えることにつながるんじゃないかというふうに思っています。前回は、一つ目のコーナーでは、電通総研が実施した気候不安に関する意識調査について取り上げたりとか、2つ目のコーナーでは気象学者の、でおなじみの、江森さんにお越しいただいて、気候危機の現状や未来予測などについて解説をいただきましたね。ぜひですね、これまでの配信も、気になる方聞いていただけたらなと思います。情報量が多いな、難しいなというふうに感じる方もいらっしゃると思うんですが、うむんというふうに聞いていただければと思います。またいつか気になった時に何だったっけともう一度聞けるような、そんなコンテンツにできたらいいなと思います。はい、またポッドキャストの感想はハッシュタグ聞く聞き、カタカナで聞く聞きをつけて、ぜひツイートやシェアをお願いします。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。本日は京都代表の山本大輝が配信をしています。それでは最初のコーナーはこちら。そのニュースちょっと待った。このコーナーでは、最近の気候危機関連のニュースを紹介していく中で、ちょっと待った後個人的に言いたいニュースを、特に深掘りしていく内容になっています。ちょっと待ったニュースの前にですね、最近の政治的な動きを少しだけ整理しておこうと思います。前回の6
6月の鈴鹿の方の配信では、G7 の内容についてですね、触れられていたかなと思うんで、そこは飛ばして、同時期に、GX 皆さん覚えてますか？僕が2月の配信でおそらく取り上げた、GX 基本方針というものがありました。GX ってアルファベットでね書いて、グリーントランスフォーメーションの、略なんですけれども、脱炭素に向けて、エネルギー政策をの、なんていうか、こう 法案化して具体的な法案にして、国会でにかけて、で、可決成立っていうようなことが行われたんですけれども、それがこの5月ですね、 GX 推進法案が5月12日、 GX 脱炭素電源法案が5月31日にそれぞれ可決成立してしまったということで、これしてしまったという言い方をするということは、反対というか中身にね問題があるということなんですけれども、ちょっとね、具体的な話はその2月の回、ぜひ詳しく知りたい方は聞いていただいて、それから関係 NGO 等の発信も見ていただければと思うんですけれども、一番はね、グリーンという名のもとで原発回帰が行われてしまったということ、安全政策の面での、問題提起があったということと、再エネについても結局のところは求められているところまで、パリ協定、気候危機の現状から考えれば全くもって足りていない、グリーンウォッシュとも、批判のある、GX だったのかなと思います。残念ながら可決成立してしまったわけですが、その間もNGO の方々であったり運動をされている方々で、声を上げてきていて、今もその動きっていうのは終わってないわけですよね。で、法案が通ってしまったとはいえ、実際にどうなっていくかっていうことは、今後のいろんな動きの中で決まっていくことだとは思うので、引き続き今ウォッチをして声を上げていきたいなというふうに、僕自身も思っています。はい。それからですね、6月に入りますと SB58 と呼ばれるですね、国連気候変動枠組み条約の第58回、補助機関会合がドイツで行われました。この補助機関会合というのはですね、COP に向けてというかですね、間に行われる交渉でして、COP っていうのは首脳級が来たりとかね、去年のその僕たちがエジプトで、参加したのは COP27 でしたけれども、今年は COP28 がアラブ首長国連邦で開催されるということで、年末の COP28 に向けて、議論を行ったということです。で、この SB58 という会議については、多分ね、結構マニアックなので、あんまり内容についてこう大々的な報道があったりってことはないかなと思うんですけれども、どんなことが、どういう空気感だったのか、どんなことが行われていて、みたいなことについてですね、ちょっと知りたいなということで、今月の YouTube 配信の方でのあなたの期間を教えてくださいの、YouTube 配信の方で、詳しく取り上げたいなというふうに思っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。その他ですね、国際プラスチック条約っていう風な言い方をして、昨年の2022年に、国連環境総会でプラスチック汚染を解決するために、国際的に法的拘束力のあるプラスチックにまつわる条約を制定し、2025年までに締結することが決定したということで、その、会議が行われたりとか、いろんなね、この間国際的な動きは、ありました。で、よくよく考えればもう本当にね、COPからもう時間も経っている中での、なので、ちょっとこの辺の整理みたいなことも、こうですね、その先ほど言った通り、YouTube の配信の方で、ちょっとゲストの方と一緒に見ていきたいなというふうに、思っています。ね、もう COP28 まで5ヶ月ぐらいですよね。12月ね、って考えるともう一瞬なので、去年の今頃ってもう、多分、レコード 1.5 の、これは裏話っていうか、なんていうかね、COP に行こうって思い始めてる頃なんですよね。なので、そう考えると本当に時間が経ったんだな、もう一年経つんだなっていう、ところですね。はい。
それではですね、本題に入りたいと思います。今回ちょっと待ったと言いたいニュースは、先月7月の4日が統計上地球が最も暑い日だったというニュースです。これはアメリカの環境予測センターが世界のデータをからですね、地球の平均温度を求めたものなんですけれども、前日のですね7月3日の時点でも、統計上の記録更新だったんですね。で平均が 17.01 度だったんですけども、翌日の4日、火曜日に 17.18 度ということで、あっさりとそこでまた記録を更新してしまったというニュースがありました。でこれまでの記録では2016年の8月14日の 16.92 度が最高だったんですけれども、なので、約7年ぐらいですかね、ぶりということで、更新してしまった。でちなみに翌日の7月の5日も前日と並んで1位タイということで、今年、冒頭もねお話ししましたけれども、めちゃめちゃに暑いなっていうのを肌で僕は東京に住んでて感じるんですが、世界中でその熱波が今北半球では起きているということで、その熱波によるよって亡くなられた方のニュースっていうのもかなりたくさん、インドだったりとかアメリカだったりとかいろんなところで出ているのを見ていて、うわーと思っていたらこのニュースだったので、納得というかね、いうところですけれども、これまだ7月なんですよね。で前回の記録が8月14日の記録なので、ということは今後1ヶ月ぐらいの間でなんかもう一回更新するんじゃないか、もう一回どころか何回か更新するんじゃないかって、ちょっと思っても不思議じゃないっていうか、そういうようなところがあるような気がします。記録をね取り始めたのが1979年なんですけれども、専門家の中には今年の4月4日が過去、12万5000年のうちで最も高温な日の一つであったかもしれないと考えている専門家もいるようだということです。で、今後6週間で気温がさらに上昇する可能性というのが指摘されているということです。でなんでこんなに温度が上がってしまうのかっていうことで、地球温暖化の影響がものすごく大きいわけですけれども、加えてですね、エルニーニョ現象ってよく聞きますよね。エルニーニョとラニーニャっていうのがあるんですけど、エルニーニョ現象っていうのはこれ言葉で説明するの難しいんですけど、一応教科書的な説明としては、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。で逆に同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続くのがラニーニャ現象と呼ばれて、それぞれ数年おきに発生しますと。でエルニーニャとラニーニャっていうのが、繰り返されてるわけですね、交互に。でそのエルニーニョ現象っていうのが今ちょうど、今年はそのうちの1年というか、今年エルニーニョ現象だということで、簡単に言うと、ある場所での海面水温が平年より高いんですね。ということで、その海水温が表面の温度が上がれば、その分地表側のにも、影響があるわけですし、今日本でもね、九州北部などで豪雨が起きていますよね。もう6月、ずっとね梅雨でずっと雨がいろんなところで降っていたわけですけれども、ちょうど今この収録している7月11日ですかね、今日はですね、昨日のニュースでもですね、その九州北部で福岡県などでものすごい土砂崩れが起きたりとかっていうニュースが流れていて、行方不明の方がいらっしゃったり亡くなった方がいらっしゃったりしているっていうニュースで、本当に映像を見ると、こうどうやってあそこから逃げればいいんだろうっていう風なぐらいの災害なわけですけれども、その一つの原因にこのエルニーニョとそれから地球温暖化の危機があるんだということですよね。はい。
で、ちなみにその福岡県や大分県で特別警報が発表されるほどの大雨になったのは、梅雨前線が九州の北側に長時間とどまって、で南から湿った空気が大量に流入し続けたためということで、その湿った空気が大量に流入し続ける原因っていうのを、まあ、辿っていくと温暖化が一億になってしまっていて、その後ろには化石燃料の、燃焼というのがあるということですよね。はい、ちなみに気象庁気象研究所によるとですね、7月に3時間降水量の130ミリ以上の集中豪雨が発生する頻度は、1976年から2020年の約45年間で約 3.8 倍に高まったということで、まあ、こういった大雨災害っていうのが、まあ、もう多くの方がおそらくもう認識している通り、今後も増えていくと、頻度も増えていくし、その程度っていうのも増していく可能性が高いということですね。しかもまだ7月の入り口でも、もちろん梅雨前線梅雨だっていう部分はあると思うんですが、今後は秋になるとこの台風があったりとかするわけなんで、この先も数ヶ月間ちょっとどういったことが起きるかわからない中でちょっと生活しなければいけないっていう不安があるかなと思います。はい、ちょっと今月はですね、ニュースはこの、一つのみなんですけれども、そうですね、ちょっと後半ボリューミーなので今回しておきたいかなと思います。本日は共同代表の山本大輝が配信をしています。それでは次のコーナーに行きましょう。気になる数字やデータの話。このコーナーは、気候危機に関する数字やデータを専門家の方にピックアップしていただき、そのポイントを紹介していくコーナーです。専門家の方に事前に取材をさせていただいた上で、このポッドキャスト用に収録したものをお届けする形になっています。またこのコーナーで紹介する数字やデータについては、まとめた資料の URL や、ニュースの記事なんかを概要欄に載せていますので、ぜひそちらを見ながら聞いていただけたら嬉しいです。今回はですね、専門家というよりもアクティビスト、もっと正確に言うとキャンペーナーとして気候危機に取り組み続けている方をゲストにお迎えしました。損害保険と気候危機の関係性、そして日本ってどれくらい気候危機の影響を受けている国なのという部分のファクトについてご紹介いただいた内容になっています。いろんな形のアクションがある中で、銀行とか損害保険のようなお金の流れに着目すると、どんな問題があって、そして何をしていくべきかということを考える入り口になっているんじゃないかなと思います。ゲストがですね、今回は僕の大の仲良しの方ということもあり、ゆるーっとお話を聞く感じになっています。気楽に聞いてみてください。ということで、前回はですね、 IPCC 第6次評価報告書を中心に気候危機の現状を取り上げてきましたが、今回はその先ですね、気候危機における、運動というところで、気候危機におけるダイベスト運動と、損害保険について考えていきます。ダイベストという言葉、知っている方、知らない方いるかと思いますが、この中でね、解説されていますので、何分ぐらいかな、30分ぐらいですかね、になりますけれども、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。ぜひ、知る、考えるきっかけにしてみてください。本日のゲストは、関係 NGO350.org のリードボランティアで、ボランティアの有志チームの運営をされている山崎あゆみさんです。山崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと普段はね、ヤーユって呼んでるので、で多分ヤーユで知ってる方も結構多いんじゃないかなと思うんで、ヤーユって呼ばさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、それでお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと、改めてになるんですが、普段ヤーユさんどんな活動をされているかお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、私は
350.orgjapan という、この後ちょっとお話しすると思うんですけれども、ダイベストメントの運動を引っ張ってきたりとか、あとは気候変動基礎クラスを展開している、その 350.orgjapan という環境 NGO のリードボランティアとして、2年前かな、3年近いかもしれないんですけど、ずっとやってきました。で、そのリードボランティアとして、その参加した一番最初は毎月毎月その気候変動基礎クラスで話しているような基礎的な気候変動の知識とか、あとは最新の気候変動ニュースを合わせてボランティアに伝えて、今どんなことができるかっていうような、そういうことを促してきたっていう活動をしていたんですけれども、2021年ボランティア有志でニューエネレーションっていうチームを立ち上げて、そこからはアクションも実際に企画するっていうようなことをやっています。ちょっとなんかアクティビストってたまに言われたりするんですけど、なんか多分山台とはちょっと違う、はい、スピーカーとかメディアに出るっていうような感じっていうよりかは企画立案とか企画運営をしたりとか、あとは主要政党、国政ですよね。政党に対しての質問状とか要望資料を作ったりとか、ちょっと裏方というか、キャンペーンナー的な部分を、はい、やってきました。なるほど、そうですね。僕も今、キャンペーンナーだなというふうに思って、キャンペーンナーのやーいう、今日来ていただいて、いつもはね、このポッドキャストのこのコーナーでは、専門家の方をお呼びするということになってるんですけれども、まあ、専門家ってっていう、まあなんかこう、ふわっとした、どういう定義なのっていうのはありつつ、そうですね。まあ、ファクト中心、数字やデータの話っていうことなので、まあ、やゆりも今日は数字とかデータに関するお話を中心にしていただきつつ、まあ、そういうアクションについていろいろと、最近のやってることも含めてだし、考えてることを聞いていきたいなっていうふうに思っています。はい。それでは早速本日解説をしていただく気候危機におけるダイベスト運動と損害保険について簡単にご紹介いただけますか。はい、多分気候変動とダイベスト運動っていうのもなんか初めて聞いたって人もいるかもしれないですし、あと気候変動と損害保険って聞いて なんで損害保険なんだろうと思う人とかもたくさんいると思います。で、もともと、その、山台がもともと活動していたり、私も実は一回所属してたんですけど、フライデーズ・フォー・フューチャーとか、あとはその350って NGO が長い間ずっとこう注目してきた ECOP、ECOP っていうのは東アフリカ原油パイプラインのことなんですけど、その事業、世界最長の加熱式原油パイプラインのことなんですけど、それをずっとフライデーズ・フォー・フューチャーとか350が注目をしてきて声を届けてきた、そういう事業を調べていく中で、損害保険のこととか、あとはダイベスト運動のことを今改めて考え直しているっていうような感じです。で、そのECOPって多分何ぞやっていう感じだと思うんですけれども、そうですね、はいはい、世界最長の加熱式原油パイプライン、で気候危機にもちろんその世界最長のパイプラインなので、CO2 もたくさん出すから気候変動に対してもものすごく悪影響を与えるっていうこともあるんですけれども、現地住民の人権侵害とか生態系破壊っていうところもかなり懸念されている事業で、これに対してそのフライデーズとか350とかっていうのは気候正義、気候不正義にあたるので、声を届けてきた、日本企業が結構関わっていたっていうところがあって活動をしてきたんですけれども、そういった中で、活動していく中で調べていくうちに損害保険のことを知るようになっていきました。で、なるほど、はい、気候変動と、まあ、損害保険の部分なんですけれども、気候変動と損害保険って実はすごく つながりがあるというか深い関係性があって、例えばカリフォルニアとかカナダの山火事、今それこそカナダの山火事すごいニュースになってると思うんですけれども、そういうのが起こると火災なので火災保険
が適用されるって事例が増えます。なるほど、はい、あと日本だと日本はまあ台風とか豪雨被害が顕著に気候変動の影響で出ると思うんですけど、はい、そういうことが発生して増えていくと水災、水害、その水災の保険っていうのの支払い額っていうのが、うん、まあ、保険会社が支払わなきゃいけないっていうので、うん、実は気候変動が悪化すれば悪化するほど損害保険業界っていうのもたくさんお金を支払わなきゃいけない、うん、はい、っていうのがあって実はそういうこともあるので気候変動の影響によって去年の10月には損害保険料っていうのが、まあ、値上がりをしている、うん、はいはい、っていうのがあります。でこれもう調べると大体ネットとかにも書いてあって、その損害保険料特に火災保険が値上がりしたっていう背景にはもう自然災害の悪化って、うんうん、書いてあるんですね、はい、っていうのがあって、10代20代とかが特にこれから気候変動の影響を受ける、でそうすると豪雨被害、台風の被害とかっていうのが万が一とかっていうんじゃなくてそれが当たり前になってしまう、うん、未来が、あと気候変動の悪化によって私たちそういう未来を待ち受けているにもかかわらず、じゃあ そういったその被害に遭ってしまった時にその被害を補償する保険っていうものの金額が上がっていく、でひいてはその保険に加入ができない人が出てくるとか、場所によって住んでる地域によって保険をもう受けられませんみたいな、そういうところが出てきているっていう、ことが起こっていくと、それってなんか世代間の不正義だよなっていうふうに考えるようになって、でここら辺なんかあんまり語られてこなかったことだなというふうに思うので、こういうキャンペーンをやるにあたって改めて日本で例えば保険が上がってしまうとか、うんうん、豪雨災害とかっていうことに注目しながらなんかキャンペーンやりたいなっていうふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。その、まあ、気候危機だけではないかもしれないけれども、自然災害が増えることによって、うん、損害、そもそもまあ損害保険で会社側が支払わなければいけない金額が増えていくと、まあ、それだけ保険金、まあ、保険に入る側の、市民たちもそれだけお金を払わなきゃいけない状況になってくるっていうようなことが起きている、はい、でそこで、まあ、一つの世代間不平等だったりとか、うん、世代間だけじゃないさまざまな不正義のがあるんじゃないかっていうところだと思う、うん、なかなかなんていうかこれまで多分気候変動のことについていろいろとやってきていても損害保険をね、うん、こうなんていうかテーマに考えることってあんまりなかったんじゃないかなっていうふうに、うん、僕はちょっと僕自身はそうだったので、うん、やゆがそれのこう問題提起をしているのを見てなるほどなっていうふうに思ってちょっと今日話を聞きたいなと思って読んだわけなんですが、結構ね今しっかりいろんな説明してくださったかなと思うんですが、うん、Eコップ、ちょっと冒頭のね、うん、出てきた E コップに関しては、先日の YouTube 配信の方でも簡単に説明をしているので、もし、ご興味ある方は、ちょっとないんちゃったか、6月の終わりの YouTube 配信でやっているので、それが350の、ページだったり、それがドキュメンタリーなんかもあったりすると思うので、ぜひ詳しく知りたい方は、見ていただければな、というふうに思います。はい。それでは早速ですね、まあ、このコーナーの、まあ、メインである、そのファクトの部分ですね、数字やデータっていうところで、ちょっといろいろ教えていただきたいんですが、はい、いっぱいね多分もう本当にたくさん挙げていただいていて、ぜひこれというのをかいつまんで教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、例えばですけれども、この損害保険とか大ベスト運動とか気候危機ってことを考えるにあたっていくつかニュースを持ってきました。例えばジャーマンウォッチっていうドイツのシンクタンクがあるんですけれども、そこが気候変動によって影響を受けた国ランキングっていうのを、うんうん、出していて、で、はい、例えば2019年に気候変動の影響を受けた国ランキングっていうのを出してるんですけど、うん、ここで日本は4位っていう順位だったんですね、うんうん、でさらに実はその前年の2018年に出したレポート、同じレポートでは最も気候変動の影響を受けた国が日本だったっていうところで、
あのよくその気候変動のムーブメントを私たちやってる中で、あのいわゆる途上国と言われるバングラデシュ、パキスタンの人たちが、まあ、被害を受けてますよねっていうところで、あの気候正義のもとにこう声を上げてるんですけれども、あのもちろんそれもその通りなんですけれども、日本もやっぱ確実に被害を受けている、うん、特にか台風とか豪雨被害っていうところで、今途上国に比べて死者数がすごく、例えばパキスタンみたいに1700人とかそういった規模で死者数が出るっていうわけではないんですけれども、うん、このランキングにすごく食い込んでいるっていう、うん、っていうには経済損失とか、うん、あのそのままで損害保険会社が保険料としてこう保険支払い金ってこう出しているっていうのとかと同じくリンクしているで、うん、意外と私たちってこの 自国が日本がものすごく経済損失してが出ていて、気候変動によってものすごく影響を受けているっていうことをあんまり語ってきてないよなっていうのを、そうですね、はい、感じている。で改めてちょっとここを出していきたいなと思って、はい、なるほど、はいはい、これは今、言っていただいた2019年気候変動の影響を受けた国ランキングにおいて日本は4位という順位でしたというこの調査結果レポートは、これあれですよね、あの最近そのヤーイが始められているアクションっていうのかな、キャンペーンですか、のホームページ、はい、ホームページやってます。ホームページのところで多分見られる表ですかねになっていると思うので、こちら、はい、おそらく概要欄かなんかに貼っつけておくので、ぜひ合わせてそれを見ていただきながら、でこのホームページのところで多分1個目に出てくる方はね、過去の主な風水災による災害による保険金の支払いに関する、これは国内のおそらく資料がありますけれども、下の方に行くと出てくるところで、この4位っていうのが出てくるので、1位モザンビークで、2位がジンバブエで、3位バハマで、その並びで4位日本がいるっていうことですよね、うん、本当に日本も、まあ、被害を受けている国でもあるっていうところで、なんかその、うんうん、今回その地球にプラスなインシュランスってキャンペーンを、はい、今山田が言ってくれたみたいにホームページで打ち出しているんですけれども、うんうんうん、改めてなんか私たちすごく被害を受けてますよねっていうこととか、うんうん、今回この後話すことってやっぱ被るんですけど、その保険が受けられなくなっちゃうかもしれないとか、保険料が上がっていくっていうこととか、うん、なんかまさに今もう自分たちが影響を受けているっていうこととかが自分ごとになっていくといいなっていうのを思ってますね。はい、なるほどです。ありがとうございます。じゃあすいません、話を戻していただいて、はい、次にご紹介いただける情報をお願いします。はい。はい。この後は最近のニュースになるんですけれども、はい、例えば6月14日、本当につい最近ですね、の日経新聞の報道だと、災害多発のアメリカ住宅保険の撤退相次ぐリスク増大でって、うん、そういう見出しの記事が出て、で、はい、でこれ山火事ですよね、はい、アメリカ今本当にすごく山火事がたくさん発生してて拡大している、うんうん、で今特に、まあ、カナダで山火事って報道が出てますけど、そうですね、こうなんていうか一面がというか空がこうオレンジ色になってしまうような、うん、こうニュースになってましたよね。どうだったかな、うん、多分特にやっぱり海外のニュースにはなってたかなと思うんですが、はい、結構、はい、日本でもやっぱりその山火事、カナダの山火事の、まあ、大気汚染物質とかがニューヨークまで到達したっていうようなことが、はい、まあ、すごく大きく報道されて、うん、であれをああいうニュース見るときに、あ、気候変動の影響でって言ってほしいなってこうどうしても思っちゃうんですけど、うん、であとは山火事って聞くと、まあ、カリフォルニアをイメージする人もいるかと思うんですけど、まあ、こういうことが本当にたくさん起こっているので、うん、山火事がまあ規模が発生してよく起こってしまっているカリフォルニアでは住宅向けの損害保険っていうのを大手2社、うん、大手損害保険会社2社が新規で新しく引き受けをするってことをやめるっていう、なるほどなるほど、そういうニュースが出ています、はい、これは住宅、なるほどなるほど、
新規の引き受けを停止なんですね。なので、もうこれ以上先は受け付けないというふうにもしてしまったっていう。そう、もうカリフォルニアでは山火事がもう発生するっていうことが、はい、決まってるというか、もう、うん、状態化してしまっているので、この土地の住宅保険を、うん、出すっていうことを保険会社がすごくリスクに感じている。なるほど、経営上、ね、必ずお金出さなきゃいけないじゃないかっていうところで、はい、まあ、新規で保険の、引き受けを停止っていうようなニュースがあったりとか、あとは2022年にアメリカを襲ったハリケーン、イアン。これもすごい大きなハリケーンだったので、はいはい、日本でも報道があったと思うんですけど、この2022年のそのハリケーンイアン、ものすごく大きな被害を出したんですけれども、その時にアメリカでちょっとした社会問題になったのが、保険に未加入だった人がいたこと、うんうんうん、特にフロリダだったんですけど、フロリダでは、はい、いろんな社会的条件とかが重なって洪水に関する保険に未加入だった人がすごく多くいたんだそうです。なるほど、はい。で、それでその状態でハリケーンイアンが来たっていう時に、保険がないっていうところで、うん、社会問題になったっていう報道が、これも日経新聞なんですけど出ています。はい、なんていうか、はい、まあ、さっきのそのね、大手2社がの損害保険会社がカリフォルニアで住宅向けの損害保険の新規引き受けを停止したっていうのも、本来であればその保険はがない、なんていうか、ないとっていうか、そういう危険な地域だからこそむしろ入っていないとって、うん、まあ、その住んでる方々は思うわけですよね。うん、なので、まあ、なんていうか、ある意味本末転倒じゃないかっていうふうにそれは思えてしまうわけですが、まあ、それぐらいにその経営危機なんだっていうふうにもう思ってしまうというか、うん、まあ、そういう、まあ、民間がやる以上そういう体質があるっていうことなのかなと思いつつですが、いや、本当にそうです。損害保険会社の人たち、基本的には私たち、一般の私たちに対して、うん、その安心とかもしものことを保証するっていうことを、まあ、社会、うんうん、社会的ミッションというか企業のミッションとして掲げているので、うん、例えば日本の先ほどのその保険料、火災保険料が値上がりするっていうこととかも、やっぱり本当はしたくないはずなんですよね。うんうん、だし、例えばちょっとこの後も話すんですけど、保険料にこう格差が出てきちゃうとかっていうことも、はい、やっぱり公平性とか考えると、その住んでる場所によって保険料が変わるとか、保険できないとかっていうのって、うん、やっぱり本当はしたくない。はずなんですけれども、うん、もう気候危機の悪化によってそうも言ってられなくなってきたっていうのがある、うんうん、っていうニュース聞くと、やっぱり本当に気候変動ってすごい深刻なんだなっていうのを改めて感じる、うんうんうん、し、で、これ日本にもやっぱり同じくあって、うん、これは4月25日、今年の4月25日の記事なんですけれども、見出しが火災保険突如5割高も、古い物件災害多発、うん、そう、損保苦境、保険難民の時代上、そういう見出しの記事があって、うん、もう本当そのままで、火災保険が突如5割高になる、うん、それは古い物件に対してだったんですけれども、うんうんうん、最近の本当に自然災害、まあ、気候変動ですよね、気候変動によって収益が悪化していく中で、日本って損害保険会社って大手4社が大体はい、その業界を、まあ、業界でこうシェアを持ってるというか、はいはい、なんですけれども、その中でこの気候変動の影響で、この損保大手4社っていうのが、実は21年度まで12年連続赤字っていうことが、うんうんうん、まあ、報道されています。で、もう私たちは気候変動のこと知ってるので、はい、1.5 度目標達成できなくって、例えば 1.5 度超えてしまったとき、気候変動 その災害っていうのはどん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 加速していくし、不可逆的な変化が起きてしまうので、うん、損害保険会社のこの赤字っていうのが黒字に変わらず、まあ、どん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 被害が増えていくっていう中で、うんうんうん、容易にさらにまたその火災保険の値上がりとか、うんうん、値上げっていうところの部分だったりとか、あとは、まあ、物件とか地域に対して保険がもう提供できないとか、うんうんうん、そういうことを考え
るっていうのはすごく想像できるなと、うんうんうん、これからどんどんひどくなっていったりとか、今回だけじゃ去年 の, あその値上がりだけじゃなくて今後もそういうことが起こりうるだろうっていうのは、あの気候変動のことを知ってる人だったらイメージがつくんじゃないかなと。なるほど、ありがとうございます。あのなんていうかね、まあ、こういう現状があって、でまあちょっとここまでね、その損害保険と気候危機っていうことで、あのどちらかというとその損害保険の、まあ、経営に近いような話をしてきたわけですけど、別に損害保険の会社の人たちに頑張ってほしいとかそういうことじゃなくて、問題は気候危機をあのまあなんていうかに対して行動していくあのセクターというか、まあ利害関係の中にあるセクターとして、まあどういうふうにそういった会社に対してアクションができるのかというか、あのどういう関わり方ができるのかっていうところがおそらく、まあ、その先にあるのかなというふうに思って聞いてたんですけど、はい、そのアクションというか、あの、まあ、そういったセクターへのアクションってどういうふうにお考えというか、実際これからやろうとしていることも含めてちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。はい、お願いします。はいはい、さっきその山田が前の動画でそのストップイーコップについて話してくれてるってことだったんですけれども、そのイーコップ事業、うん、そのアフリカの、東アフリカ原油パイプラインの、はいはい、事業に対して、あの私もずっと活動をしていて、うん、350のボランティアのリードボランティアとして活動をしてきたんですけど、その中で、うんうん、あのストップイーコップっていうグローバルなあのキャンペーンサイトっていうのがあるんですね。はい、もう本当そのままですね、あのイーコップを止めようっていう、うん、ストップイーコップっていうキャンペーンサイトがあるんですけれども、そこでこういくつか分析が挙げられていて、そもそもじゃあなぜその東アフリカ原油パイプラインイーコップ事業が成り立っているのかっていうことを、うん、あの説明しているような部分があって、でそこには、うん、あのもちろん事業者があの化石燃料事業者ですね、事業者が やってるっていうこととか、その事業者を支持している株主がいるとか、そういうことも書いてあるんですけれども、他にも、うん、まあ、銀行、これしかも日本の銀行が関与しているっていうことが、ずっと言われていて、350のグローバルスタッフがあのキャンペーンをずっと、うん、その e コップに日本の銀行は関わらないでくださいっていうキャンペーンをずっと展開してきたんですけれども、そういうこと、銀行とか、あともう一つそのセクターがあって、保険会社。はい。これ損害保険会社ですね。が、うん、あの、こういう化石燃料事業って、やっぱりその、ま、化石燃料ってすごく危険ですよね。燃えるし。うん。はい。っていうところで、万が一のために、あの、保険会社が、あの、保険を出しているんですね。うん、うん、うん。で、そもそもこういう保険が提供できなければ、あの、化石燃料っていう、やっぱり危ないものを扱うことってできないので。なるほど。そのね、あの、事業を進める上で、その、のまあ、事故というかね、いろんな事故だけじゃないかもしれないけれども、うん、保険が、まあ、あって進むことができると。はい。あってこそ、事業が展開できるっていうところで、なるほど。はい。ストップイーコップっていうサイトでは、あの、銀行とか事業者とか、事業者を支援しているし、株主と同じように保険会社っていうのも、この化石燃料事業をサポートしている構造の一つの重要なセクターであるっていうことが書いてある。なるほど。はい。はい、で、この、ストップイーコップのサイトを見ていただくとわかるんですけど、その、このイーコップ事業に、関連している可能性が非常に高いっていう保険会社一覧に、日本の損害保険会社の名前も残念ながらある。うんうんうん、いう感じになっています。はい。はい、なるほど。そうですよね。まあ、なので、なんていうかこう、で、今ここまでお話しされてきた部分っていうのは、かなりなんていうか個人じゃなくて、すごく大きなムーブメントでっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、そういった意味でっていうか、どうやってアクションを、どういうこう立ち位置で、知事でっていうのは正しい日本語か分かんないですけど、どういう向き合い方をするかっていう部分で、なんかまあ日本ではなんか自分がその使う銀行を変えることが、あの自分が使うというかね、お金を預けている銀行を変えて、あのそういう、まあ、なんていうかこう気候変動で言えば、まあ、グリーンウォッシュ
な銀行には私はお金を預けませんみたいな、ある意味そういった意思表示をするアクションっていうのが、まあ、ダイベスト運動だったりするわけですけど、まあ、そうではないあの社会全体でっていうところのなんかそこの違いみたいなところもすごく感じたんですけど、うんうん、そうですね、あの350っていうあの NGO はずっとそのダイベストメントっていうことを広めてきて、うん、その化石燃料とあとまあ原発にあの融資お金を出している、融資をしている銀行ではなく融資をしていない銀行、うん、クールバンクっていうふうに呼んでるんですけど、そっちに切り替えようっていうことをあの促してきたりしていました、うんうん、でそれとプラスそのストップイーコップっていうキャンペーンの時にはあのその関わってしまっている銀行に対して撤退してほしいっていうようなことを、まあ、スタンディングだったりとか、うん、あとは、私去年その環境 NGO のスタッフと一緒にそのイーコップ事業に関わってしまっている銀行に株主総会っていうあの企業にとって一番大きなあの会議だと思うんですけど、株主総会に株主として出席するっていうアクションを実施したんですね、うん、はい、でそういうことももちろん銀行に対してやってきたんですけれども、うん、そうですね、で、やってくる中であのもちろんその一人一人が銀行を変える、クールバンクに切り替えていくっていうこともすごく大事だし結構必須だなと私は思っているんですけれども、それだけじゃなくてそういう株主総会アクションを見たときに、うん、やっぱりその私たちの声をどれだけ実際に企業に届けられるかとか、うんうん、あのパワーの構造をどのように変えていくかっていうことがすごく重要だなっていうふうに思ったんですね。その例えば日本政府やっぱり化石燃料特に石炭火力発電所を廃止するっていうことを G7 先進主導の7カ国の中で唯一言っていない中で、うん、企業とか政府が変わっていくスピードってすごく遅いなと思うんですよね、うん、はい、そうですね。でもちろん頑張ろうと思っている企業とかあると思うんですけれども、うんうん、でもその 1.5 度目標を守りたいって思うその、まあ、将来世代の私たちからするとどうしてもそのスピードが遅いと感じてしまう。で、うん、その株主総会に出席した時もあの株主総会って本当に、まあ、日本だからだと思うんですけど、あの男性の年配の、まあ、おじさんですよね、おじさんしかいなくて、うん、まあ、たまに女性いるかなみたいな感じの中で、うんうん、その、はい、企業の、まあ、ESG の部分でそのどのようにその ESG をやることで企業が発展していくかみたいなことを株主総会の中で話しているんですけれども、はいはい、そうじゃなくて、じゃあ私たちの未来がもう待ったなしの状態の中で 1.5 度守りたいって言った時にその化石燃料産業を、まあ、サポートしてしまっている現状についてどう思うかっていうような声っていうのは普通はやっぱその場では話されないんですよね、うんうん、でそういったその声をあのまだ企業の偉い人たち特に年配の男性の方たちしかいないそういったところでなかなかも声が出ないので私たちの声をいかに届けるかっていうことをまあ、結構考え始めたのが、うん、去年のその6月にやってた株主総会アクションに参加してみての感想。なるほど。はい、そういうことを考えていくときにその、うん、さっき山田が言ってくれたみたいに日本でダイベスト運動とかクールバンクに切り替えようっていう活動ってやっぱり個人の行動になっちゃうんですよね、うんうん、で私ももちろん銀行を変えたんですけど結構銀行変えるのって半日あれ最大で半日あれば変えられちゃうっていうところがあってじゃあ変えちゃってその後どうなったんだっけなんかその、うんうん、パワーシフトしましたダイベストしましたって言った後になんかもう何もできることがなくなっちゃってるっていうのは感じているのであの社会構造から変えていくっていうキャンペーン展開したいなと思っています。はい、ありがとうございます。今日ね、紹介してくれた、くださったその、まあ、資料というか、ニュースだったりとか、ホームページ等はまとめているので、ぜひそれ見ていただきながら、今、なんていうかね、こう、どうやってアクションするかっていうところも含めて、なんかこう、ぜひ
聞いてくださってるレスナーの皆さんも考えてくれたら嬉しいなと思います。というところで、じゃあ何をすればいいかっていうこういうお決まり の流れがあるわけですけど、今日はあの具体的にこ こういうのがありますっていうお知らせもあるそうなので、ちょっとヤーユーさん最後その辺のお話だったり、まあなんか最後にあの今の危機感とかこのポッドキャストを聞いてる方に伝えたいことあればぜひお話しください。はい、私はあの普段はその350のリードボランティアとかボランティアとしてニューエネレーションというチームをやっているんですけれども、その10代20代のメンバーを中心と、あとフライデーズフォーフューチャーの有志、各地のリーダー、埼玉とか長崎とか名古屋とか、そういったリーダーが集まって、その地球にプラスなインシュランスっていうキャンペーンを今一緒にやっています。でそれがこの損害保険と関わってくるっていうところで、あのこういうことができるんじゃないかとか、こういうこと知ってほしいっていうのをあのオープンミーティングで伝えています、地球にプラスなインシュランスって検索していただくとツイッターが出てくるので、はい、まず一つフォローしてほしいっていうところと、二つ目は、まあ、フォローしただけだとちょっとアクションなかなか参加できないと思うので、あの7月25日にあの勉強会、まあ、オープンミーティングですねをあの、やるので参加してほしいなっていうふうに思っています、7月25日の後も1ヶ月に1回の頻度では必ず実施をするので、まずツイッターフォローしていただいて、来れる時にそのミーティングに参加して一緒にこう活動にあのなんてうねりを作るってところで協力してほしいなって思ってます、特に同世代、私たちですね、10代20代の人の力が重要だと思っているので、それだけじゃなくて10代20代のコミュニティを持ってるよ、コミュニティに所属してるよっていう人がいたら、逆に私たち勉強会、そう出張で出前でしに行くので、なるほど、はい、そういう時もあのぜひ DM、 インスタグラムかツイッターの DM で、インスタグラムだったらニューエネレーションのインスタグラムで、ツイッターだったらプラ、はい、地球にプラスなインシュランスのツイッターの DM で教えてください。はい、じゃあこの辺の情報もあの載せておくので、ぜひ概要欄からあの気になる方はチェックしてみてください。はい、はい、ジャスト2週間後ですね、このポッドキャストがおそらくあの11日にあの公開される予定なので、はい、まあそれが公開されればまあ2週間後ぐらいということで、ぜひあのお早めにっていう感じですね。はい、ぜひ待ってます、はい、何か一言とかも大丈夫ですか？一言、はい、気候変動本当に待ったなしだなと最近、本当に感じます。その、それこそさっき山田が言ったニューヨーク の、ね、大気汚染でオレンジ色の空になっちゃったっていうニュースだったりとか、そういうのを見た時にどうしてもこう絶望しちゃっても間に合わないかもみたいな人ってもう出てくると思うんですけど、なんかもう間に合わないから何もしないだとなんか0100の話になっちゃうので、そうではなくて、じゃあ10積み上げで何かやろうとか、30成功体験作ろうとかっていう、やっぱちょっとずつ積み上げていく中でしかその持続可能な社会ってその変えていけないと思うので、あのもちろん絶望でやられて、ね、あのもう何もやりたくないって人もいるかもしれないけれども、あのぜひちょっとでも何か次世代のためにって思ったら参加してもらえたら嬉しいです。はい、ということで、あの今日は、30分ぐらいですかね、もう少しだったかも分からないですけども、たっぷりとお話いただきました。ありがとうございます。あのいつもはあのもうなんていうかね、まあこの何年間ぐらいかな、2年半ぐらいですか、いわゆると活動を一緒にし始めて、はい、多分なんか同じチームですがっつり何かやるってことはあんまり僕機会がなかったような気がするんですけど、なんか随所随所であのなんか相談相手になってくれたり、逆に相談に乗ったりみたいな、あのヤーユーを今日はゲストとして呼ぶっていうので、僕もちょっとなんかさっきからあの敬語とタメ語が混ざる気持ち悪い日本語になってて、なんか聞いてる方は不快かなとか思いながらちょっと心配してたんですけど、あのはいね、またなんかどっかの機会でぜひこのアクションがどうなっていったかをまた聞けたらななんて思ったりしました、はい、では、まあ、そのところですかね。はい、はい、本日は環境 NGO350.org のリードボランティアで、ボランティアの有志のチームの運営もされている、山崎あゆみさんに、ことやゆさんに、気候危機におけるダイベスト運動と損害保険についてご紹介いただきました。
ヤンユさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。本日は共同代表の山本大輝が配信をしています。ここまでいかがでしたでしょうか。今日は気候ムーブメントのキャンペーナーとして活動しているヤーヨさんのお話でしたが、まず日本は気候危機の被害が大きい国であるということ、そして日本に限らず世界中で増えている気候危機の被害の中で損害保険の値段が上がってしまって保険に入れない人も出てくるなど、ここでもクライメートジャスティス、気候正義が問われる構造があったり、そして大ベスト運動の様々な形の話だったり、盛りだくさんな内容だったと思います。紹介したデータやニュースの情報は概要欄にありますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、今なんかぜひを噛んでしまって、なんか気持ちよかったですね、すいません。はい、今回はね、意外となんか気づいたらたくさんねお話いただいて、でも本当になんかどれもちょっと捨てがたい内容だったので、特にカットせずお送りしております。最後に告知です。レコード 1.5 では昨年11月にエジプトで開催された COP27 での現地取材をもとに制作した、COP27 ドキュメンタリー気候危機が叫ぶレコーディング・ザ・ピーポー・ボイスを4月に YouTube 上で無料公開をしております。また、YouTube 版とは違ってですね、映画バージョンになっているディレクターズカット版の上映会を全国で開催しており、こちらの上映会や講演会のご依頼も受け付けております。ディレクターズカット版はですね、ナレーションがなくて現地参加の約2週間を通してメンバーが感じた葛藤や YouTube 版では制約があり公開できなかった映像も含んだ約100分程度の、映画になっています。そのため上映後のトークセッションにて説明を保管することを前提とした内容になっており、 YouTube 等での無料公開をしていないということになっております。次のですね、このディレクターズカット版の上映会とトークセッションのイベントが今月末の7月22日土曜日の18時から鈴鹿の地元の鹿児島市で開催します。はい、ようやく鹿児島ということでね、東京、広島、鹿児島っていう順番で来てます。今後もその後も今9月とかもですね、次の開催地を選んでいるところでして、今後もですねこの上映会やっていきます。この鹿児島の7月22日土曜日の18時からの上映会、まだまだ席が空いておりますので、ぜひご参加ください。鹿児島に住んでいるお知り合いとか、コミュニティにつながりのある方は情報拡散にご協力をいただけたらとても嬉しいです。詳しい内容はレコード 1.5 の各種 SNS やホームページなどをご覧ください。こちらで配信されている音声番組はレコード 1.5 のポッドキャストや YouTube からいつでも聞くことができます。さて、再来週の、7月の25日かなの YouTube ライブ配信では、あなたの危機感を教えてくださいということで、ゲストや、テーマについてはまた Instagram や Twitter などで告知をしますので、チェックしていただけたらと思います。それではもうとんでもなく暑い日が続いておりますけれども、本当に冒頭喋ったようにですね、体はいつの間にか熱中症になっているということがありますので、水分補給と、それから体温の調節と、それから栄養補給と忘れずに、何よりも健康第一で、過ごしてください。それでは皆さんも持続可能にお過ごしください。またお会いしましょう。さようなら。それでは、気候危機を感じる日々ですが、体調には十分に気をつけ、持続可能にお過ごしください。Record 1.5